皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。流行りが3つの続きをやってまいります。ちょっと中途半端なところで前回終わってしまいましたね。この人は、セトレートの遺体の第一発見者の人です。でこの人にその時の状況やら何やらを聞いている途中で、これね、一つずつは項目全部聞いていくんですけど、一つ目の項目聞いただけでなかなかの時間使ったので、動画が30分以内に収まらないなってことで、ここで聞いたのだと思うんですけど、続き聞きましょうか。さやかか。ありゃ本当にいい女優だった。俺は大道具一筋で、正直芝居のことなんざよくわからん。だがそれでもあの子の才能みたいなもんはわかる気がしたね。そんなに芝居の上手い人だったんですか？芝居も上手いんだが、なんて言うんだろうな、ああいうのは。さやかが舞台に立っていると、それはもう演技じゃないんだ。いや、演劇っていうのは脚本がある以上、どこかに必ず嘘がある。役者は他人の仮面をかぶり、演技をするのが当たり前だからな。だがさやかの場合はちょっと違う。本当はいないはずの人物が実在しているように見えちまうんだ。芝居をやっている間、辻さやかはどこにもいない。架空の人物が呼吸をし、泣き笑いして2時間足らず、芝居の世界を現実に変えてしまうんだ。まあ、こんな言い方をしても実際に目にした人間じゃないと、あの凄さはわからないと思うがね。天才肌の役者さんだったんですね。そうさな、簡単に言えばそういうことになる。とにかく芝居に熱心で、それでいておごったところもなくてな。きっと彼女は芝居をするために生まれてきたんだろう。あんな事故で命を落とさなきゃ、もっと有名な女優にもなれただろうに。天才女優を襲った不意の事故か。いかなる人物の前にも死は平等に訪れる。だが話を聞いているだけでも、辻さんの死はあまりに早く、そして理不尽なものだ。当時の事故とは一体どんなものだったのだろう。それを尋ねるには少々勇気が必要だったが、おそらくこの問いに答えてくれるのは岩永さんぐらいのものだろう。僕は思い切って尋ねてみた。さやかさんの事故はどんな状況だったんですか？あれは本当に不幸な事故だったんだ。見れば岩永さんの手はきつくズボンを握りしめている。まだ彼女の死は関係者たちの中で癒えてはおらず、生傷のままなのだろう。そこに仕事とはいえ無遠慮に踏み込んだことを少し後悔したが、ここまで来て引き返すわけにはいかない。不幸な事故。酔っ払い運転の車に突っ込まれたとか。よそ見運転で車が突っ込んできたんだ。さやかもあと一歩でいいから違う場所に立っていれば、命まで失わずに済んだんだろうが、だが仕方なかったんだ。あれは運転手が悪かった。きっと神様とやらが彼女を手元に呼び寄せたがったんだ。だから、その先の言葉を待って、僕はしばらく沈黙を守った。だが岩永さんは深く頭を垂れたまま、何も言葉を発しようとはしない。何か言いたくないことでもあるのだろうか。しかし僕はその先を無理に聞き出すことはできなかった。無言の岩永さんが全身でそれを拒んでいるのを察してしまったからだ。案外岩永さん、見た目と最初の印象とは裏腹に、いろいろ話してくれる人やね。あの二人が看板女優を張っていたところが、もしかしてこの劇団の絶頂期だったのかもしれないな。誰かに聞かれることを恐れているのか、声のトーンを一段落落として、岩永さんはそうつぶやいた。さっきまであれほどはつらつとしていた目の前の人物は、急に力を失い肩を落としている。さやかは演技に関して天才的な勘と並々ならぬ努力を惜しまない女優だった。リオは全く逆だな。
立っているだけで華がある。顔の造作を超えて人を引きつける魅力を持っていた。もちろん演技だって大根じゃないが、さやかと、かた、ん?ひかた。ひかたしうるかといえば、やはり比べ物にはならないだろうな。無論どちらも舞台俳優には欠かせない能力や才能だとは思うがね。ただやっぱりリオはさやかに嫉妬してたんじゃないかな。彼女の方が芝居が上手かったから?いや、純粋な競争心だろう。さやかがいなければリオは名実ともに看板女優になることができたはずだ。五十嵐リオさんにとって辻さやかさんは目の上の炭鉱部とも言える存在だったわけか。だからさやかが主演を射止めた後は目に見えて二人の関係は悪化していったね。例えば安藤と寝て役を取ったんじゃないかとか、金で役を買ったんだろうとか、劇団じゃよくある誹謗中傷の類さ。リオも劇団内部ではそれなりに信奉者も多かったからな。配役発表後はさやかも随分と肩身の狭い思いをしたようだが、それでも愚痴一つこぼそうとはしなかった。タフな人だったんですね。そうな、すごいな。認められた方が肩身狭いんやな。負けた方より。それもあるが、何より彼女は知っていたんだろう。役者が答えを出すのなら舞台の上しかないとね。確かに。どれだけ言い訳をして回ったところで結果が出せなければそれまでだ。言い換えれば、たとえ金で役を買ったとしても、万人が認める結果を出せばそれでいいのかもしれない。そしてそれは僕らの仕事でも同じことなのだ。確かに無能をなじられても、役立たずと罵られても、最後に結果さえ出せればいい。いや、僕らだけではなく、すべての仕事は同じことなのだ。結果だけがすべて。残酷でもあり、至極平等でもある。今の千年期は、俺のよく知ってた千年期とは全く別のもんになっちまったな。ぐっと背伸びをしながら、岩永さんは妙にさっぱりとした口調でそう言い切った。そうなんですか?ああ、かつては純粋に芝居が好きな連中が集まっていたんだが、今じゃみんなこの劇団を踏み台に少しでも名前を売ろうと必死だ。五十嵐リオという大船にしがみついていれば、自分もちょっとはメジャーになれるんじゃないか。そうやって目を光らせ、芝居の練習よりおべっかを使うのに忙しい奴らばっかりに見えるよ。それとも俺が年を取ったからそう見えるのかね。そして岩永さんは眩しそうに目を細めた。おそらくその視線の先にはかつての劇団千年期が映っているのだろう。いくつもの幕、大きなライト、ずらりと並んだ客席。劇場は現実であって現実ではない、夢か幻の空間だ。ほんの数時間、現実からかけ離れた世界を客に提供する。だが夢の舞台裏はこの上なく生々しい現実で、そこに生きる人たちも霞や雲ばかりを食って生きているわけじゃない。怒りも妬みも憎しみも等身大の生きた感情が溢れている。ただ舞台を照らし出すスポットライトは眩しすぎて、その光が浮かび上がらせる美しいものしか見えなくなってしまうのだ。僕は岩永さんに礼を言って応接室を後にした。相変わらず指摘やね。先輩、お疲れ様であります。何か有益な話は聞けたかしら?ええ、いろいろと興味深い話が聞けましたよ。自販機コーナーにしつらえられたベンチに座り、僕は岩永さんから聞いた劇団の話を小暮さんと鴨泉警部補に伝えた。劇団というと華やかなところばかりを想像しがちでありますが、意外とドロドロしているでありますね。いや、想像できる範疇でしょ。才能なんて目には見えないし、
共通の測りもないわ。自己評価と周囲からの評価に誤差が生じるのは当たり前だし、その誤差が認められない人っていうのはどこにでもいるものよ。そういうものでありますか。小暮さんはしょんぼりと肩を落としている。硬派に見えて実は大のアイドル好きだから、きっと頭の中では彼女たちの正体もきっとと考えて、あ、そんな設定あったね。そういえばアイドル大好きやったわ。そういえば。それで鴨泉警部補たちの方はいかがでしたか。あまり身のある話は聞けなかったわね。ビクビクしてるから。安藤さんから口止めでもされてるんですか。それならまだマシだったわ。それじゃあなんで。五十嵐リオさんも瀬戸レイトさんも辻さやかさんのたたりに会って死んだんだって噂がしっかり根付いててね。うかつなことを言うと次は自分も危ないって、ろくすっぽ話もできやしない。相当苛立っているのだろう。鴨泉警部補の組んだ足先がせわしなく上下に揺れている。たたりですか。岩永さんの話を聞いた今となれば、そういった噂がまことしやかにささらやかれる理由もわかる。だがそこで思考停止されてしまっては捜査がままならない。我が身可愛さに口をつぐんで、本当に自分の安全が守られると思っているのだろうか。小暮さんも困り果てたように鴨泉警部補に続く。関係者が口を開かないのはもとより、事務所の神棚にはお参りに来るスタッフが群がっているであります。それに劇場の楽屋も、以前辻さんが使っていた場所には花束やジュースが備えられていたであります。大の大人が揃いも揃って何をやっているんだか。無知は罪とはよく言ったものね。どうやらこのままでは埒が明きそうにない。なんとかして関係者たちの口を開かせなくては。しかし一体どうすればいいのだろう。なんかどの道編纂室に戻ることにはなるやろう。あー、安藤さんに協力。これは多分ブチ切れるやろ、鴨泉さんが。これ言ってみる。自分もそれに賛成であります。そうね、日本人は権力と集団思考に流されやすいものだから、この流れを変えることができれば。意見の一致を見た僕らは安藤さんを見つけ出すことにした。日本人は日本人はって、鴨泉さんも日本人のくせにね。ちょっと海外で暮らしてたっていう経験があるとさ、日本人はとか言うけど、あなたの体の中に流れてるその日本の血はね、抗えないよって私は思うけどね。ちょっと海外行ってさ、英語喋れるようになったらさ、日本人はああだこうだとか言うけどね。あれ不思議やんね、なんかね。劇団の事務所エリアの一角にある安藤さんの私室を訪れると、その部屋のドアはすでに開け放たれており、何人もの劇団員やスタッフたちが詰めかけていた。室内からは言い争うような声が漏れ聞こえ、中に入りきれずに廊下に集まった面々も険しい顔で様子を伺っている。何の騒ぎかしら。わかりませんが行ってみましょう。人だかりをかき分け室内に踏み込むと、大きな机を挟んで安藤さんが詰めかけた劇団スタッフと対峙していた。こんな状況で本当に公演を打つつもりなんですか。何度同じことを言わせれば気が済むのか知らないが、公演は決行する。不満のある者は劇団を辞めてもらっても構わない。どう言われようとこれは決定事項だ。でも今俳優もスタッフもそれどころじゃないんですよ。なんでかね。なんでって、人が二人も死んで平常心でいられる方がどうかしています。別に舞台の上で芝居さえしてくれれば、それ以外の時間は泣こうがわめこうが自由だが。だからスタッフの一人が安藤さんにつかみかかりそうになるのを見て、僕と小暮さんは慌てて間に入った。
皆さん落ち着いてください。邪魔しないでください。これは我々の問題です。だからといって暴力沙汰を見逃すわけにはいかないであります。大柄な小暮さんに睨まれて決起に流行っていた関係者たちもじりじりと後ずさりする。もっとも目の見えない安藤さんはその様子を見ることもかなわないから顔色一つ変えてはいない。それでも集まった面々が未だ不満の火種をくすぶらせているのは気配でわかるのだろう。椅子にかけたままよく通る低い声で告げた。とにかく今回の公演は何としても初日の幕を上げてみせる。五十嵐と瀬戸の死は痛手だが、それを乗り越えて完璧な舞台を作り上げてこそ、亡くなった二人のためにもなるだろう。威厳に満ちた声だった。カリスマという言葉が使い古され、その本来の意味を失って久しいが、安藤さんはそう呼ばれるにふさわしい貫禄を持っていた。劇団員やスタッフたちは思わず言葉を失ったが、人垣の向こうからやじるような声が飛ぶ。そんなことを言って、また逃げ出すつもりなんじゃないのか。前みたいに。一度は静まった集団が、その言葉で再び湧き上がる。そうだそうだとやじる声に、鴨泉警部補は忌々しそうにつぶやいた。人の死流馬に乗るしか、脳のない連中ね。だが安藤さんは侮辱の声にも何ら動じることはなかった。ゆっくりと首を振る。だからこそだ。もう私は逃げることはやめた。この言葉を信じられる者と最高の舞台を作り上げる。そのための劇団千年期だ。安藤さんの静かな迫力に飲まれたのか、劇団員やスタッフたちはすごすごと引き上げていった。さっきまでの興奮状態に包まれていた部屋は、いつもの静寂を取り戻している。結局最初から最後まで安藤さんは一度も席を立つことはなく、そして慌てる素振りの一つも見せることはなかった。それで君たちは何の用だろうか。いえ、用というわけでは。騒ぎ声が聞こえてきたので心配して様子を見に来ただけです。そうか。ではご覧の通り騒ぎは終わった。もう引き上げていただいて結構だが。はあ。だがここでそれではお邪魔しましたというわけにもいくまい。せっかく安藤さんとゆっくり話せる機会なのだ。すごすご引き下がるいわれはない。さっきの話なんですが、どの話かね。要件があるなら明確に頼む。聞きにくいことこの上ないが、こんな時に頼りの鴨泉警部補は、こんな時だけ知らんぷりを決め込んでいる。仕方なく僕は腹をくくると直接尋ねてみた。失礼ですが、初演時には公演中止を希望して、ストライキに入られたと伺いました。それがなぜ今回は上演にここまでこだわられるんですか？ほう、よくその話を聞き出せたものだな。さすがは警察ということか。言葉とは裏腹に大して感心していなさそうなところは、鴨泉警部補にそっくりだ。安藤さんはしばらく黙り込むと、表情のわからない顔で続けた。前回は肝心の芝居は置き去りにされたまま、それ以外の部分ばかりがマスコミに取り上げられていた。辻さやかさんの死ですね。そうだ。確かにあの時も客は入ったが、所詮はマスコミに踊らされた観客ばかりだった。だからこそ今回は芝居だけで勝負をしてみたいのだ。それが理由ではいかんかね。納得できませんね。挑戦的な口調で鴨泉警部補が切り返した。公演直前に俳優が亡くなっているという点では、前回も今回も同じです。今ここで関係者たちの反感を買ってまで公演を打ったところで、また興味本位の客が集まってくるだけでは。だからこそだ。
人は魚とは違って同じ餌に何度も食いつくような真似はしない。出演者の死でもう一度同情と関心を買うことは難しい。そうでもなくない？逆にじゃない？出演者、主演が2回も死んだら、みんな幻の芝居やって言って逆に見に来るんじゃないの？いや、むしろここで公演を行えば、劇団への風当たりはきつくなるかもしれないな。それならなおさら。ああ、そっちもあるか。何してんねんって言われる線もあるか。いや、そんな状況だからこそ、我々はなすべきことをなさなくてはならない。どうせ公演をやろうがやるまいが、周囲は黙っていてはくれない。それを黙らせるにはどうするか。答えは一つだ。誰もが納得し、異を唱えることのできない舞台を完成させ、見せることだけが我々にできる唯一のことなのだ。もはやどんな言葉でも揺らぐことのない決然としたその言葉に、さすがの鴨泉警部補も返す言葉を失う。安藤さんの瞳は光を失っているはずだというのに、サングラス越しに強い決意の眼差しを錯覚してしまうほどだ。氷のような冷たさ、研ぎ澄まされた刀のごとき鋭さ、安藤さんの姿にも言葉にも無言のうちの空気にさえ不動の力は満ちている。つまらない噂や迷信に踊らされている者も多いようだが、そんなものはやめてもらっても一向に差し支えない。舞台の外で何が起ころうとも、そんなことは観客には関係ないのだ。幕が上がればそこにいるのは役者ではない。別の世界に住まう別の人間だ。芝居や演技というものは、台本に書かれたセリフを読むだけが仕事ではない。突き詰めれば演技することですらないと私は考えている。では、何が仕事なのでありますか？本当には存在しない人物、あるいはもう亡くなった人々。そういったものの人生を舞台の上で蘇らせることだと私は考えている。そのためには演じている程度ではダメだ。完全に別の人間になりきらなくてはならない。随分と高いハードルをお持ちのようですね。いけないかね。いいえ。千年期はあなたの劇団ですから、私たちがとやかく言うことではありません。ただ、そのニーズを満たす俳優なんているのかしらと思っただけです。人は誰しも自分から逃れることができない。完全に別の人間になるなんてこと、できないと思うんですけど。鴨泉警部補と安藤さんの会話を聞きながら、僕はふと考えた。その死のために初演を中止するとまでは言われ、その死のために初演を中止するとまで言われた女優、辻さやか。彼女は安藤さんにとってどれほどの重みを持った存在だったんだろうか。一つお聞きしたいんですが、安藤さんにとって辻さんはどのような存在でしたか？さやかか。彼女はまさに、私が求めるものを持った女優だった。私の演劇人生の中で天才と呼んでいいのは彼女だけだ。彼女の死は今でも惜しまれる。その後を継いだ五十嵐さんも亡くなってしまいましたしね。リオはさやか亡き後、看板女優として扱われてはいたが、あれは女優としてはごく平凡な女だった。リオに才覚があったとすれば、それは演技ではなく、セルフプロデュースの能力と周囲にいる人間を思いのままに操ることにかけていたろう。かけてだろうな。辛辣なお言葉ですね。正直な意見を言っただけだ。もう話はこれぐらいでいいだろうか。私もいろいろと雑用があってね。何しろ劇団がこんな状況だから。会見を切り上げたいという安藤さんに僕らはうなずき交わすと部屋を辞去した。地下の薄暗い廊下に光が漏れている。稽古場らしき小部屋のドアが一つ開け放たれたままにされていた。
通りすがりにその中へ視線を投げる。廊下とは対照的に高校と照らされた稽古場。若い俳優が鏡の前で何度もセリフの稽古を繰り返していた。その様子を同じように見ていた小暮さんがぽつりと漏らす。自分は芝居なんぞさっぱりわからない、不調法な男でありますが、他人になりきり他人の人生を繰り返す役者の毎日というのはどういうものなのでありましょうか。その言葉は澄んだ池に投げ込まれた小石のように僕の胸の奥底へ静かに音もなく沈み込んでいく。ドラマティックな他人の人生になりきり何度も悲劇や喜劇を繰り返す。それは強力な薬物のようなものなんじゃないだろうか。刺激に慣らされていった役者たちの行き着く先はどこなのだろう。稽古場らしき小部屋を通り過ぎ、廊下を抜けると、ロビーに飾られたポスターが目に留まる。死の動向。事件のことを予兆するようなそれは言いようのないまがまがしささえ感じられて、まるで一枚の絵画のように知らずのうちに見入られてしまう。そう、事件というものは絵画と同じで作者、すなわち犯人の主義主張の現れである。それこそ芝居にでも出てきそうなセリフだが、これは経験から導かれた正直な感想だ。どんな動機で何を目的に、どんな人物が起こした事件か。それによって全く同じ条件下からでも事件は異なった様相を呈する。しかし今回の事件では未だにその作者、真犯人の顔が見えてこない。あー、セルフクエスチョン。あー、どうしようかな。これでいい時間かな。一旦ちょっとここで区切りますね。で、また次の動画でお会いしましょう。